その生き物はどうなったの？今はどこに？苦しい。どうなの？誰に？分からない。去りなさい。やつらに俺のルルルの名前を。去れと言ってるの。イエネファ、大丈夫か？もう大丈夫。この呪文、口の中でたくさんのゴキブリがうごめいてるっていうか、汚物の中を泳いでるようなそんな感覚だった。ちょっとかわいそうだったんじゃないか、あの青年は。ゲラルト、違うわ。あれは悪臭のする腐りかけの肉の塊よ。私の魔法で話してただけ。話してただけじゃない、苦しがっていた。そう見えたかもしれないけど、もう人間じゃないの。分かってゲラルト。これは聖なる園に何が？枯れたの。見ての通りよ。ほら、大量のエネルギーがいるって言ったじゃない。こうなることを知ってたな。先に言おうとは思わなかったのか？きっと反対したでしょ。そういう慎み深いところは可愛いと思うけど、時には邪魔になる。ゲラルト、話したいのはわかるけど、場所を変えましょう。一刻も早く立ち去りたいの。いいでしょう。聖なる園、私たちの庭園が。どうして手を貸してあげたのに。まあ、その言い逃れができるなんて思わないで。この怒りは正当なもの。あなたたち絶対に償ってもらいます。すまない。それだけですか？他に言うことはないと。何も言い訳はできない。あなた方の所業はスケリッジ中に知れ渡るでしょう。待って、私なの。ゲラルトは止めようとしたわ。私が聞かなかったの。悪い予感はしていました。用心せよとは言われてたけど。女魔術師め、何人も何時に門を開かず、何人も何時の上を満たさず、何人も何時の傷を癒さず。イエネファ、一人で罪をかぶるな。そう望んだの。とにかく今はスヒャールから聞いた話に集中しましょう。あまり情報は得られなかったが、シリがもうスケリッジにいないってことだけは確かだな。ベレンにもノビグラドにもいない。また見失ってしまった。一度これまでに分かったことを整理した方がいいかもね。何か手がかりを見落としてるかもしれない。そうだといいが、シリは一体何に巻き込まれたんだ。想像もつかない。でも何にせよ私たちが無事に救い出すのよ、絶対にね。きっとスヒャールが見た例の醜い何かがシリにつながるんじゃないか。あれに、いや、あいつに似たのを見たことがある。どこで？ベレンだ。最近まで領主の男爵が住んでいた城にいた。今は男爵の右腕だったアーダル兵士長が領地を治めているが。そこでその生き物を探さなきゃいけないよね。飼うかさらうか。どう見てもあれは呪われている。まともな頭をしていないだろうし、会話ができるとも思えない。ブツブツ言ってても始まらないわ。たかが呪いでしょ。女魔術師とウィッチャーの手に負えないものなんてないわよ。
て、もし、いや、何でもないわ。そういえば俺に何か聞こうとしていたな。それはあの生き物がシリだったりする可能性はあると思う。その例えば何かしらの呪いで姿を変えられたとか。考えたくもないな。考えなきゃいけないの。可能性はある。シリはノビグラドで強力な呪いを解こうとしていたらしい。だが今その可能性まで気にし始めたら頭がおかしくなりそうだ。できることをするしかない。スケリッジでのシリの足取りはくまなく多い。可能性は全て潰した。そろそろ大陸に戻る時かもな。その前にもう一つ大事な用事があるわ。なんだ。ラビックの戦士の家に来て、そこで話しましょう。わかった。ラービックで会おう。ありがとう。庭園でのことも感謝してる。あなたがいなければ無理だった。何もしてないぞ。ゲラルト知ってるでしょ。私はめったに人を褒めないし、褒めるときは心から言ってる。